ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M340i ツーリング2020年式4000キロのこちらの車をご紹介させていただきます。実は340セダンですけれども、はい、東京店で、はいはい、一度ご紹介させていただいてるんですよ、はいはい、なんでちょっと今回リアクション芸ができないんですけど、まあ、でも実際今ちょっと話しましたけど、まあ、新車で1000万超えのお車じゃないですか。でもまあこれを1000万車お車をどう伝えるかって非常に難しい、そうですね、車ではありますけど、まあ、そこはまあツッチーの頑張ります腕の見せどころで、はい、いや普通に考えたらすごくないですか。すごいんですよ。3シリーズのツーリングが1000万円ですよ。1000万ですよね、はい、M モデルなら分かりますよ。そうですよね、はいはい、M3 のツーリングまあないですけど、はいはい、とかって言うんだと分かりますけど、はい、その弟分的な立ち位置じゃないですか。そうですね。でもまあ今 でも M でツーリングってないじゃないですか。そうですね。だから、まあ、一応ツーリングでは一番最上級のグレードにはなりますけど、どうでしょうね、まあ、AMG で言うと43みたいな感じですかね、どちらかというと。あとアウディでこの、 S4 みたいな、はいはい、S4 アバントみたいな立ち位置なんですよ、はいはい、にしてもこう7シリーズにこう匹敵する価格っていうのはそうそうそう、なかなかこう強烈ですよね、はい、ですね、はい、まあ、そこら辺はまあちょっと逆にね、そういうの皆さん見たい部分だと思いますから、そういうのをちょっとお伝えできればと、はい、車的にも非常に珍しいんですよね。珍しい、珍しいです、はい、もう市場にも今ほとんど出てない。ほとんど出てないですね、はいはい、そんな車を今回ご紹介させていただきます、はい、よろしくお願いします。で今回2台目ということで、ちょっと外装だったりはちょっとバッと、うん、そうですね、まあ、今日はちょっとその走りを、僕たちがちょっとさっき話したら走りじゃねえかこの1000万はってことで、確かにちょっとそこら辺を重点的にいければな、ね、なんかこう塗装にすごくお金かかってますとか、はいはい、内装超豪華装備ですっていうわけではないですからねそうですね、はい、で外観ちょっといくと、はい、まあ、いろいろ専用パーツがついてたりして。そうなんですね、はい、でも専用パーツも、まあ、正直どうですかっていう。いや僕グリルなんかは結構こうアピールするポイントで、デザインはいいと思いますけど、まあ、ここで言っちゃダメですかね、まあ、一応こう、まあ、まあ正直レビューでもうちょっと、はい、なんか欲しくないですか。本当ですか。真っ黒にするとかですか。スポーティーな感じです。スポーティーというか、なんかもうなんかそうか、そうか、まあ、なんか、うん、小島さん歯切れが悪いですよいや、はい、ズバリもうちょっと高級感欲しい。確かに僕もちょっとそれ思いました、はい、サテンだし、はい、ちょっと絶妙なとこついてきたなと思いました、はい、ただこうこのちょっとシャンパンゴールド的なこの色が、はい、あ、色とかはねいいですけどね。そう、はい、この何ですか、このグレードというか、はいはい、まあ、各他にも、ね、あの8とかでもこういう、はい、あるじゃないですか、はい、じゃあちょっとその辺こう新しいこう BM のこうスペシャルモデルを象徴する部分として、あ、意外にこう見慣れてくるといいなと思いました、うん、僕、はい、まあ、ここはもうその何ですか、7シリーズと同じグリルでもああいうパカッて開くとかそういうのでも一応グレードが一番上だったんだからいいんじゃないかなと。これ中は開きますよね。あ、中は開くの。中開くんですよ。あ、ここ開くの。そうなんですよ、そうなんですよ。だから上のここが閉じてるんでそう見えちゃうんですけど、はい、実はよく見ると中開くんですよ。そうなんですよ。だから確かに小島さん言うように もっと分かりやすくこう、はいはいはい、こういうギミックになってんだぞっていう、はいはい、確かにそれあってもいいですよね。そういうことね。そうなんですよ、ちょっと控えめなんですよ。だから勉強になりましたいやでもこれ言われないと本当に分かんない。よく見ると開くっていう。ああ、そうね、はい、でモデルがモデルで1000万だから、もうちょっとまあ確かに主張していい部分でありますよね、はい、すごくこうスポーティーなんだぞとか、はい、ちょっとこう高級感もうちょっとアップしたりとかっていうのは、まあ、確かに必要かもしれません、はい、でも装備的なものも全部フルフルでついてるん で、ね、まあ、その辺はちょっとおっしゃいましょう、はい、でホイールも東京店とご紹介させていただいたモデルと同じホイールが。そうですね、一応ベーシックな、この上にオプションのホイールもありますけど、まあ、一応標準のホイールになりますね、まあ、標準でもかっこいいですよね、はい、で車高も通常のツーリングよりかも1センチぐらいダウンしてるってことで、はい、そうですね。あれメーカー言っていいんですか、言わない方がいいですか。アイバカ、あ、これさらに下げてあるんですか。下げて、あ、そうなんですね、はい、なるほど。今回ちょっとプチドレスアップ、本当プチですけど、アイバカで下げてあのスペーサーでちょっと出してる感じ。あ、なるほど。見た目普通のノーマルよりかちょっとパッと違いますよ、はい、ちょっと僕商品車 の下調べが足りませんでした。いやいや、はい、全然下げる前も1センチぐらい下がってるんですね。下がってます、はい、そこからさらに下がってるってことで、はい、かなりスタイリッシュな足元になってる、はい、で出面も結構そうですね、スペーサーでもちょうどいい感じですね。本当にパツパツになってます、うん、だからよくツッチが言うそのカタログみたいな感じの、あ、確かにそうかもしれないですね、うん、避けすぎず
かっこよく程よく下げてる感じで。確かあんまり下げすぎるとちょっと下品さも、まあそうですね、出てきちゃうんですからね、はい、だからやっぱりベースがノーマルなので、まあ、そこら辺はいい具合な下げ具合でいいんじゃないかなと思います。でこのホイールの色合いだったりこのエンブレムの色合いだったり、はい、このミラーの色合いだったり、はい、そうですね、まとまりは非常にいい感じですね、はい、だ一応キャリパーもねここも一応ブルーの、なるほど、 M のイメージカラーのブルーになってますんで、もうだからローターも大きいですよね。そうですね、はい、でもこういうポイントをちょっとね言っとかないと1000万円に、確かに確かに、僕たち一言がこうチャリンチャリンって乗ってる感じでしたどれだけ説得力があるかはちょっと謎ですけど、ね、そうですね、はい、まあ、確かにブレーキもかなり大きいものが、はい、だからちょっと主張が足りない気がしちゃうんです僕、うん、だから僕あえて多分さらっと乗りたい人にはすごいいいんじゃないかなと。確かに、うん、思います。そうかもしれないですね、はい、ちょ分かりやすさがないんですよね。そうですね、はい、でもあえているじゃないですかやっぱりエンブレム外してとかさらっと乗りたいとか、ね、じゃあどこに、はい、横行きましょうか。で今回ツーリングということで BM のこのツーリングのスタイリングもかっこいいですよね。かっこいいですね。でリアも、はい、同じくでリアのキャリパーもしっかり塗ってあって、はい、ちっちゃくですけど M ロゴも入ってて、で結構なんか BM ってこうカクカクみたいな、まあ、最近ちょっとこう曲線なんかも取り入れてますけど、またこのボディラインとかこのフェンダーのこの膨らみとかなかなかちょっと写真とかでは伝わりにくいですけど、うん、絶妙なこのボディラインですよね。この辺もちょっとさりげない感じで、あ心の膨らみがですかね。こんな感じで、そして後ろに行くと後ろこれもう最近の BMW のトレンドですよね、はい、この立体的なテールランプ、テールランプ、はい、このボコっていう、はい、横までこう飛び出て、結構他のモデルともなんか衣装もなんか共通性も出してますよね、うん、横にこう上がった感じのエンブレムのカラーなんかも絶妙なシャンパンゴールドみたいな、うん、そしてマフラーはこの4本出しじゃないんですよ、丸じゃないんですよですね、はい、ここがなんか車のキャラクターを物語ってますよね。あ、こう大きいスポイラーつけることもなく、はい、こう4本出しにしちゃうこともなく、はい、まあ、あとは X、はい、X ドライブなんで4駆ですね、 FR ベースの4駆仕様ということで、はい、だからもうオールラウンダーどこでも使えちゃいますよね。使えちゃいますね、はい、じゃあ続いてちょっとトランクも見てみましょうか、はいはい、一応 BMW、ね、基本ですけど2段で、そうなんですよね、ここはこういう形で意外にこれ使い勝手がいいという、いやいいですよ、はい、これでも他のメーカーでありますか、ね、あんまり見ないですね。あんまり見ないですよね。そうですね、うん、昔から BMW はこれを採用してます、はい、そして通常のように開けることももちろんできて、でしっかりパーテルゲートですよ。そうですね、はい、シューじゃないんですよ、持ってきます、ウィーンなんですよじゃあ続いてちょっとトランク恒例のゴルフバッグを、はい、まあ、この辺の寸法だったりだとかは全部共通ですもんね。そうですね、はい、この使い勝手の良さですよ、はい、もちろんその5のツーリングとかもありますけど、うん、その大きさがちょっと大きすぎるなんていう人は、はい、もう3のツーリング、はい、ベストマッチじゃないでしょうか。5のツーリングちょっと大きいですよね。大きいです、はい、ただやっぱり装備的なもので選んでってこう自動的に大きくなっちゃう傾向じゃないですか、はい、そうですね、もうどのメーカーも、うんうん、だからこのボディサイズでこの走りでこの充実の装備でっていうと、うん、結構絶妙なとこついてきたなと思ったんです。そうですね、そして収納的なものでいくとこの下にちょっとだけ、はい、こんな感じで、であとこの奥も少しよいしょ、こんな感じで、はい、ついてます。そして当然シートなんかは全部倒せますんで充実のこの容量と、はい、でここまた平らになるのいいですよね。そこ段だとねちょっとね、そうですね、車によっては結構あるじゃないですか。ありますね。だもう3シリーズですからその辺抜かりないんですよ、はいはい、あここちょっとなとかないわけですよ。完成度が非常に、そうそうそう、あそこそこダウンだとなんか気使えよって思いますよね。ありますよね。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、もうこの辺は全部ついてますからね、飛ばしちゃいます、はい、コンフォートアクセス、はい、はい、ついてます。そして中はもう渋い、ここも主張しないんですね、あんまり主張してないですね、はい、もうなんかすごく豪華なこうパネル類とか、なんか至る所レザーというよりかは、はい、ちょっと引き締まった感じで、ただこのステッチなんかはキャリパーに合わせてでしょうか、うん、青いステッチで、でシートこれ専用ですか。専用ですね、はい、専用シートになって、でダッシュボードなんかもしっかりブルーのステッチが入ってて、
だブルーが BM のさっきも言いましたスポーツのイメージカラーですから、まあ、そういったところでブルーのアクセントが入ってますね。ただちょっとその使い方が本当に控えめですよね。ああそのブルーのね、そうですね、はい、ライン入れたりとかしないじゃないですか、はいはい、本当にステッチだけっていう、だからよく見ないと、はい、本当夜なんかもうわからないぐらい、うん、でドアから行きましょうか。はい、ちょっとここだけレザーな感じなんですね、はい、で本当になんか内装豪華絢爛というよりかはちょっとシックにまとまった感じで、もねここにねあれラインが、はい、こうやって開いてると、あなるほど、そういう機能もついてたりとか、はい、でもやっぱりここも控えめなんですよ。なんか最近ついこの間223S と比べて、違います違います、223のこの主張の具合、はいはいはい、ビカビカみたいな、はいはいはい、ちゃんと控えめで使いやすい感じですね、はいはい、でスピーカーもちゃんとハマーカードが入ってて、はい、標準ですね、さすが340だなって感じですね。そうですね、はい、そうです。でもオプションってオプションはほとんどないですね、まあ、サンルーフもそうですけどもそんな感じですかね。あとレザーのそういう質感だったりっていうのが変わるぐらいで、基本のものは全部入ってます。なるほど、ちょっとじゃあ続いて乗ってみたいと思います。そして今回のお車4000キロっていうことで、まあ正確には現時点3820キロですけれども、もう新車じゃないですか。新車の匂いしますよ内容がね、はいはい、車新しいし、もう全てがパリッとしてます。そしてステーリングはこんな感じです。レザーのすべすべのレザーで、恒例のこの太い握り心地、そしてエアバッグなんかも全部ステッチが入ってて、まあ、この辺も全部もうフルでついてる感じですね。でメーターがこれすごいんですよね。逆からこう、はいはい、上に向かってこう上がっていく感じの、あれこのこれでなんか見てるんでしたっけ、ドライバーを。そうですね、そうですよね、はい、この辺なんかもしっかりついてて、で表示関係はちょっとオンにしましょうか。はい、ちょっとかけちゃう、こんな感じで。なんかこのデジタルにしてもちゃんとアナログの表示になんかちょっと BM のこだわりを感じるんですよね。どこなんだろう、この針がちゃんとアナログじゃないですか、はいはいはい、でこれ以外の表示って BM の場合できないじゃないですか、はいはい、そこメルセデスみたいにこう真ん中にこうなんかメーターこうやって持ってきたりとか、なんかこう賑やかにしないというか、そうですね、変化してもその周りだけですからね。そうなんですよね、はい、だその辺にちょっとなんかメーターのメーカーのこだわりを感じますよね、はい、そうなんですよね。だからモード切り替えでちょっとこのメーターの雰囲気は変わるんですけど、アウディみたいにもう何でもかんでも出せるとか、そうそうそう、メルセデスみたいにちょっとこう雰囲気変えられるとかじゃなくて、こうちゃんとシンプルにこう、こんな感じでできると。そしてナビ関係ちょっと見ましょうか。ナビ関係はもうこの辺は安定のって感じですよね。そうですね、はい、全部タッチで、はい、タッチでも使えてこっちでも使えると、はい、でこういうところの気遣いですよ、ザラザラの、うん、あそうですね、はい、そしてこの辺のパネルなんかもちょっとこれ何と形容すればいいか分かんないですけど、ちょっと立体感のあるデザインでさらにちょっと立体的になってますよね、ちょっと、うん、でここ開けると携帯の充電もついてて USB タイプ A ですね、うん、だとドリンクホルダーとこの辺とでシフトもちょっと高級感あります、ね、シフトね、ハチみたいにしてもらいたかった、ね、あー確かに一番グレードだったら、ねうん、確かにそれ言われて今確かにと思いました、うん、そしてアームレストセンターコンソールの中は、まあ、割と容量は取れてる感じです。でこっちはタイプ C なんですね、はい、こんな感じで、でしっかりこの辺もレザーでブルーのステッチが入ってて、でダッシュボードセンタースピーカーもついてて、でグローブボックスの中はこんな感じです。特に何もないですね、はい、そしてピラーだったりはもう恒例のファブリックで、はい、あーでもバイザーはちょっと毎回申し訳ないんですけどバイザーフェチ、はい、バイザーフェチとしては1000万円級はちょっとこれファブリックにしてほしかったです。だルームランプはこれちょっと BM 最近みんな共通のデザインですけど、このランプの感じいいですよね。であとは今回の車はドライブレコーダーだったりレーダー探知機だったりはついてないんで、
まあ、もし必要であればご相談いただければいろんなものが提案できると思います。そしてサンルーフ、かなりの開放感が、そしてちゃんとここネットついてるんですね。ついてます、風の巻き込みないように、はい、でシートはもう BMW 安定のっていう感じです。で通常のリクライニングと高さ調整の他に割と細かく調整できると。だ結構ガチガチにシートはすごい調整できますね。調整できますよね。もうだから本気で走ろうと思ったらちゃんとシートも含めてこう固めて走れる、はい、そんなシートになってます。そしてペダルは、はい、もうこの辺も本当にあえて触れなくてもいいかなっていうくらいもう自然なレイアウトです、はい、で毎回言ってますけど、メルセデス、BMW、アウディのこの辺のセグメントは、ああこここうなってんだよなっていうのはないじゃないですか。ないですね。本当に使い勝手もいいし、はい、バランスが取れてます。ちょっとじゃあ続いて後ろを見てみたいと思います。3意外に広いんですよね。広いです。いや意外に十分ですよ。身長170弱ですけども十分です。快適ですね。さっき僕ポルシェ992を撮影してきたばっかりなんで、うん、余計に広く感じます。そこと比べちゃいけないんですけど全然快適です。ヘッドレストもいい感じで。装備的にはどんな感じでしょうか。装備は、エアコン吹き出しだけある感じですね。そうですね。セダンだけなんですよね。フロントリアのシートヒーターが標準なの。ツーリングはフロントだけになりますね。あ、オプションでもないんですね。そうですね。なるほど。で USB Type-C が2系統ついてて、はい、あ、でも一応リア独立のエアコンになってるんですね。そうですね。ここで変えられることができます。はい、で Type-C が2系統ついててシガーソケット、はい、でアームレストの中は小物入れとドリンクホルダーって感じですか。もう十分です。快適、はい、5点満点中4点ぐらいですね。小島さん、そのマイナス1点はどこですか。マイナス1点、はい、いやヒーター欲しいから。あ、確かにシートヒーターはついてて欲しいですね。はい、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。はい、もう小島さん的にはもうここだと。ここです。この車のメインはここじゃないかと、はい、あと足回りと車足と、はいはいはい、もう走りじゃないかと思ってます。うるせえ早く乗れと。いやいやいや、はい、スペック的には387馬力、はいはい、だもう通常の何ですか、一番エントリーグレードの倍以上出てる感じなんですね。そうですね、倍になりますかね。倍になりますね。はい、3.1足とかそうですもんね。半分より使わないですもんね。はいはい、だからもう同じ車格で倍以上で、はい、しかもそれを見せないじゃないですか。見せないですね。はい、でもなんか最近本当に馬力すごい車が立て続けにこう出てるんで、うんうん、あれですけど400馬力近い3のツーリングっていう、昔だったら腰抜かし合うような。そうですね、はい、過激な車がこの車っていう、はい、そんな感じです。いやでも本当に街乗り高速でも十分なスペックなのでいいと思いますね。やっぱツーリングって基本他のグレードってディーゼルじゃないです か、 だからそういったところのガソリンの6気筒っていうのは、まあ、そこが売りじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、ちょっとじゃあその実力を乗ってみて、はいはい、体感してみたいと思います。はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。よし、行きましょう。ようこそ。音やばくないですかこれ。音？あ、さっきのマフラー音ですね。はい、スポーツ。いきなりスポーツ。いやいや、この音。あ、
このもうディーゼル、なんかもうディーゼルっていうイメージだったんですよ、サノツーリングって言ったら、はい、それからこの音がするんですよ、うん、ちょっとあのね、今日のテーマの1000万円に価値観を、はい、ね、ただ僕のこの素人市場で1000万円が伝えられるかっていう、ね、はい、若干の不安は残りますけど、はい、1000万の男、いやいや1000万円しないですよ30円ぐらいですよ。いやいや、さっき小島さんおっしゃってましたけど、はい、その基本的にこの3でこれ積んであるのってもうだから340、はい、エンジンね、はい、でもそれぐらい特別感があるというか、そうですね、どっちかというとだから5シリーズ、はい、ちっちゃい5シリーズみたいな、はい、で1回乗ってますけど EQC 入れてるんで、入れてるんで、はい、今日はあの名古屋店に対抗して上を走ろうと思ってそこ対抗するとこじゃないそこ対抗するとこじゃない、まあまあそれは冗談なんですけど、やっぱりよりそのこの車の魅力を伝えられるのは上なんじゃないかと。確かにあの8乗った時とか、はい、びっくりしましたから、はい、本当はいつもね乗りたいんですけど、はい、今日のテーマはやっぱりそのこれがテーマに沿った、はい、ということで、その価値を僕たちが伝えられるかっていうのってね。そうですね。わ、すげえコンフォート。いや実は土方さんと乗った時は高速乗ってないんですよ、はいはい、初高速なんですよ。初高速ですね。もっと言えばこの方の3シリーズので高速乗ったことないんですよ、はいはい、そして今段差を降りてブーって来たんですけど、はい、コンフォートさにびっくりしました。乗り味のね、はいはい、だ M だからもうちょっとこうスポーティーかなと思ったんですけど、はい、ださっきもその言ったんですけど、あ、話出たじゃないですか、その C43 じゃないかとか S じゃねえかって、多分要素的にアウディの S シリーズじゃないかなと思いますね。RS じゃなくて S シリーズの要素が強い、まあ、強いって言っちゃね、アウディは同意してるような感じになっちゃいますけど、イメージ的にはもしかしたらそれが強いかもしれないですよね。だスポーティーじゃないけどラグジュアリーとスポーティー方向、いいとこで両立してる感じで。まあでも今日超いい天気ですね。最高ですよね。昨日雪降ってましたからね、僕出張行ってましたけど。どこ？大阪？大阪も降ってたし、うん、新東名も。本当に、はい、もうバンバン雪降って積もってる車も。本当に、はい、本当ですよ。いや、そんな積もるほどじゃないですよ、うん、もう車積もってる車が普通に走ってました、うんうんうん、だから地方からその来た車がそのまま溶けないで雪積もったまま走ってました、あそこ関ヶ原とかあっちらね、あれ新東名は違うか、あ、新東名は静岡区間が結構吹雪いてました、そうっすよ。でそこからうまく話がつながっちゃいますけど、うん、そこでも安心 X ドライブなんですよ。そうね、 X ドライブ、はい、四駆って、四駆ですね、うん、冬場はちょっと山行けねえぜとかないんですよ、うん、オールラウンダーなんですよ、ね、で、うん、ツーリングですね。そうですよ。だから SUV の流れじゃないですか今、なんか何でも、ああ、まあ流行ってますよね、うん、全体的に SUV ブームですよね、うん、でもちょっと SUV はなとか、車庫がちょっとね、確かにあの高いのダメだなって人には、はい、こうツーリングっていいと思うんですよ。そうですね、はい、ああ、なんだろう、ちょっと僕東京店の時にどういうレビューしたか忘れちゃったんですけど、うん、コンフォートだけどしっかりさありますね、はい、ちょっとじゃあ高速乗ってみたいと思います、はい、ちゃんとこうふわふわじゃなくてこうしっかりさがある、はい、アリーナ店からすぐ高速乗れるので、はい、都内からのご来店もアクセスいいの で、利便性も最高です、はい、埼玉新都心から乗ります。これ発足オートもなんか専用チューニングらしいですよね、はい、専用チューニング、はい、340専用チューニングっていう、はい、ナビがすごくないですか今のナビ。すごいね、この前新型 S クラスのレビュー撮りましたけど、こういうだからデジタル系の進化やばいですよね。やばいです。このナビすごいな。まあ助手席はすごいなってあるけど、運転席の人は見づらいかもしれないですね。ああ、確かにちょっとごちゃごちゃしますね、うん、これ表示変えられますよね。全然変えられます。ちょっと待ってください。今ここ40キロ区間なんで、近所の人とかここ内田、ここ内田みたいな感じ、ね、それぐらい細かく、細かく、はい、でも乗り心地は本当にあの何回も言いますけど、うん、いい、うん、いいですね、はい、いいですね。そう、確かにこれガチガチだったら乗ってらんないですよね、うん、
車のキャラクター的に乗り心地も本当になんかそれレビューするの忘れちゃうぐらいその癖がない、くつろげます、癖がない感じで、はい、ちょっと癖があるとちょっとレビューしなきゃなって感じになりますけど、そういうの全然ないですね。いや本当天気いいなですね。どっかこのまま行きたいですね。そういう車にさせてくれる乗り心地だと思います。それではここから80キロかもしれない、うん、この料金所過ぎたら80キロじゃないかな。そこ看板出てますよね、うん、そこ80になってるでしょ。80っすね。じゃあ大宮線なんで80キロですけど、うん、ちょっとじゃあ片鱗を。うわ、え？コンフォートでこんなに吹けます？しかもコンフォートでめっちゃいい音してないですか？いい音してるね、はい。いやでもパワーの出方はさすがコンフォートっす、うんうん、はい。ちょっとこれスポーツ試したくなったっすね。もう早速いいっすか、ちょっとスポーツ試して。あ、全然違う、全然違う。今スポーツっす。いやいや、もうアクセルの月もスポーツプラスにしたよ。あ、スポーツのままいい。いや、ちょっとスポーツプラスにしましょうよ。スポーツプラス、これ BM のモード切り替えやばい。これ8のあの、うん、グランクーベでしたっけ、うん、あれ乗った時みたい。全然違う車これ。ちょっといいですか。やべえ、やば。超いい音してますねこれ。じゃ足りない、新東名行きましょう。ちょっと120キロ。ダメダメダメ。これ楽しいな。バリバリするですね。これいいじゃないですか。ちょっとあれだよね。アメリカこれにしようかな。1000万円買えないけど。でも今ね、店頭プライス800万円台なんで。いやだからちょっとあんまりこう車屋さん、まあ、でも正直レビューした方がいいですね、うん、あの新車ではちょっとこう、うんうん、ダメです。特に BMW のその高額モデル、はい、7シリーズとかは本当にこうリーズナブルな、はい、あの中古車あったら本当にお買い得ですよね、うんうん、でもこれやっぱりさっきあの市場で玉数少ないって言ってたじゃないですか。新車で多分出ないんでしょうね、そんなに。あ、なるほど。でもこれ新車で見ないでこれ乗ったらこの価値って多分分かると思うんですけど、カタログだけで1000万で3シリーズっていうとちょっとやっぱりなのかなって感じしますね。そうですね、これはバンバン売れる車ではない、うん、価格設定込みだと、うんうん、ただ乗ったら抜群にいいですよこれ。抜群にいいね。ビビりました今、うん、これですよ。いや、いいね、うん、音めっちゃいいこれ。しかもスポーツにしたらこの、うん、この乗り味ですよ、うん、いやさすがに M3 とは言わないですけど、うんうん、超スポーティー、うん、だから M3 よりスパルタンの求めない人はいいですよね。確かに、うん、これいいな。最強ファミリーカーですねこれ、うん、いや本当に8のグランクーペ乗った時ぐらい痺れました、うんうん、今めっちゃいい音してる。嫌な音じゃないですね。心地いい、心地いいですよ。音めっちゃいいですよね、うん、このなんかこうロスなくすげースムーズに回ってる感じが。これも演出してんのかな。演出してないよね、これね。いや、してんじゃないですか。いや、前のスピーカーから出てないですよ。後ろから出てるかな、うん、わかんないですけど、めっちゃ気持ちいい音しますよ、これですよ、うん、いいね。なんか6気筒、あ、そう6気筒ですね。4気筒とかこうディーゼルいないこの、うん、めちゃめちゃ気持ちいいこれ。ちょっと今意味なくシフトダウンしますね、うん、ちょっと個人的な話していいですか。なんですか。 Z4 新型を考えてるんですよ。ああ、いいじゃないですか。で4気筒、科学体的には4気筒じゃないですか、はい、でこれ乗るとやっぱ6発だなと思うね。いや、6発ですよ、ね、これ乗っちゃうと、うん、いや4気筒 そのクイックさもいいんだけど、はい、やっぱ高速乗ると6発だなって思うね。これですよ。超気持ちいい。気持ちいいね、これね。これ気持ちいいっすね。あ、やっぱこのこう吹き出しというか、この上がる、はい、やっぱこれないな、4気筒には。いや、4気筒も4気筒でいいですけ ど、 いいけど、ね、やっぱりこう走り楽しむんだったら、うんうんうん、すげえ。そして今のこの技術すごいっすよね、うん、だって400馬力近い馬力が、うん、こんなポンコツが普通に運転できるんですよ、うん、全然ピーキーじゃないし、うん、ハンドリングどうですか。
今スポーツプラスなんで重いっす、うん、重い重いけど、うん、その代わり高速の安定性半端ないっす、うん、本当に張り付くように走ってきます、うん、ってコンフォートに戻しましょうか。これあコンフォートにするともう明らかに分かるぐらいハンドルが軽くなるんです、うん、軽くなるんです、うん、あもうマイルドけどちゃんとそのベースの部分にはちゃんとこの気持ちいい音が残ってます、うん、一回外観入ったら、はい、変わりましょうか。じゃあ変わらなくていい、変わらなくていいです。あっちの自動運転の方だけちょっと試してみてください。あ、ACC ですか。そうそう、あの、はい、ハンドリングと。はい、これ気持ちいいな。やっぱり走る車ですね。いや、そうですね、うん。特にドイツ車は、うん、ドイツ車っていうか、まあ、ドイツ車は走ってなんぼっすね。うんだってそりゃそうっすよ、アウトバーンがある国で作ってくれますもん、うん、やっぱりその車って7割エンジンっていうじゃないですか、はい、価格帯こあそうなんですか。7割エンジン、いやいや大げさに言ってよ、はい、7割エンジンでお金、あその価値というか。確かにこれいいな。これあえての3いいっすね。価格的に当たっても5を変えるし、うん、下手したら7に届くんですけど、うんうん、ここにこのモデルサイズっていうかこのボディサイズしか味わえないものありますよね。そうですね、うん、いやもう取り回しめっちゃいいですよこれ、うん、3ですからサイズ的には。でも BMW って多分ホイールベースもすごいやっぱ考えてると思うんですよ。あ、うん、3でも、今 ACC です。ACC、はい。外観80キロのところ72キロ ACC、はいはい、で距離なんかもこれで細かく調整できちゃうと。ACC めっちゃ楽っすよね。僕出張帰ってくるときずっと ACC でしょ。ハンドル離してるか。離しちゃダメですけど。そういうとこないとダメですけど。そういってる程度ですよね。はい、離してると警告になりますよね。うん、一回ちょっと、はい、離してダメか。話しちゃダメです。そういうとこないと警告出るんで。はい、超楽ちんなんですよ。でしかも ACC もそのメーカーによって全然キャラクター違って極端なやつとかあるっすけど、これ結構頭いいですね。横の車も出ますね。はい、今あ減速してますね。いや減速もマイルドですねこれ。マイルド、うん、そうですね。だ車によっては加速減速みたいなのあるんですけど、まあ年式によって違いますよね。だから今のって本当に自動運転とかね。頭いい。いやめっちゃ音いい。まだスポーツプラスまんま。ああ聞きますよ聞きます。うん、60キロ以上出てると、うん、ステアリングアシストめっちゃ聞きますよ。だから別に居眠りしていいとかじゃないですけど、ないけどね、はい。だからふとなんかちょっとこう気を取られて。こうガガガってたまにあるじゃないですか、うん、高速道路とかでも、うん、長距離移動して、うん、あちょっと疲れたなっていう時にガガガガってこう気がつく時、それも全部自然に戻してくれるっていう、うん、頼っちゃダメっすね。頼っちゃダメっす、はい、いやでもあくまでもやっぱりその今変な話ですけどいい時代じゃないですか。もしかしたらその運転手も運転できるしアシストもしてくれる。これがもっと先行っちゃったら運転しなくなっちゃったら楽しくなくなっちゃうし。そうですね、うん、だから今こうヒューマンエラーのとこだけ拾って、うんうん、ちゃんと運転の楽しさ残してくれる。そうそうそう、今は確かにいいかもしれない、うん、この車がねずっと続いてくれればいいのに。でもこれはもう最低限ですね。8になっちゃうと真ん中、まあ、オフにできますけど、うん、真ん中走らせるじゃないですか、うん、車線の真ん中を、うん、それ別にないんで。ないな。車線はこうよどちらかによるけどだけラインだけこうサポートする感じで。で今車線変更も自動の車とかあるじゃないですか、うん、ウインカー出すだけで、うん、そうそう恐ろしいですよね。そうね、うん、人間ダメになっちゃう。ダメになっちゃいます。ダメになっちゃう。いやでもこれはこの音があるんで、うん、はい、自分で運転します、はいはい、これですよ。こうやって最高です。コンフォートだよいや超いい音してるな、うん、音ってやっぱり重要。重要ですよこれ。でもだからファミリーカーというかその何ですか、マルチに使いたい人にはもう最適ですね、うんうんうん、最適ですね。サ
イズ的にね、例えば奥さんも乗りやすいですし、そうですね、あ、本当っすよ。だからこれ普通にコンフォートにして乗ったら別に、うん、あのスーパーの買い物とか別に普通に乗れちゃいますもん、うんはい、乗り心地いいし荷物詰めるし、うん、でカメラ関係もフルでついてるじゃないですか、ついてるし、でね、もしまあね関東で雪降っちゃった時とかね、本当っすよ、別にウィンタータイヤだけ履けば、うん、使えるし、でもやっぱり都内とかでもお客さんでやっぱりマンションとか立地じゃないですか、はい、でハイルーフとかってないとこあるじゃないですか、はい、そういう人ってやっぱいいですよね。あ、確かに、うん、あ、それでかいっすね。ハイルーフ抽選とかってお客さんやっぱいますよ。確かに、そっか、都内のお客様だと結構駐車環境で車を選ばれる方って多いです、多いです。これだと入らないとか、そうそうそう、185問題ですよ、幅の。そか、これ185じゃないからダメですけど、はい、確かに。いや、あと高さも結構僕あの視点もあって、うんうん、あのそういうのがあるって聞きました、うんうん、だから G クラスいじっても、うんうん、そのルーフのパーツつけられないとか、うんうん、だから今日あのリアルに午後商談行く方はゲレンデ駐車場に入ったら買うって言って駐車場に入れに行くんですよ。結構あるんですよね。そう言ってました。だ、一応ね、あのスペック的には大丈夫だったりする場合があるから、やっぱり実際入れてみないと分かんなかったりする場合あるじゃないですか。やっぱそういう時は最終ね、一応うちは行くようにはしてるんで。じゃあもうそういうご相談も、まあ、最終的にですけど、そう確認なんかも言っていただければ、いろんな車で、はい、こう車高が大丈夫かとか、幅が大丈夫かとか、高さが大丈夫かとか。今日なんか実は大阪店の車を検討してて、はい、あ、そうなんですか。そうそれで入ったらじゃあ大阪店から車を持ってきましょうかって話、最終的に。もうね、うちに何台も納めさせていただいてお客さんなんで、まあ、そういったご相談をさせてもらいます。でやっぱりあの乗ってみて分かりましたね。分かりました。その1000万の価値があるかどうかっていうのはまあ何とも言えないですけど、乗って素晴らしいのも絶対ですね。そうですね、これはお金かかってるわと思いましたよ、うん、本当に。だって超気持ちいいですもん。で結局その足回りもアイバッハ入れてますけど全然ですよね。あ、忘れてました。忘れてた、ね、はい、忘れてたでしょ。なんかちょっとやらせっぽくなっちゃったんですけど、うん、忘れてました。忘れてたでしょ。いや今ふと思い出したの、あ、変えてんのにこれだったんだなと思って。電子制御の足回りが頭いいっていうのは多分ありますよね。うん、あるけどね、うん、だってスポーツでも多分なんとなくこの画面の揺れを見ていただければ分かると思うんですけど、うんうん、こういう感じじゃないですもん、全然、うん、全然ね。いいなぁ、やっぱりちょっとやっぱりテンション変わりましたね。いや本当に車の紹介してる時と乗らないとダメですね。やっぱりそうですね。いや僕結構スペック中なんで、うん、馬力何馬力すげえみたいな、うんうん、外観あこうなってんだみたいな、うんうん、けどやっぱり乗ってなんぼでしょ。そうですね、まあ、グルメと同じですね。そうですね、食べて分かる感じですね。ビジュアルで判断しちゃダメです ね。 そうですね、素材がどうこうっていうのも確かに大事ですけど、はい、食べてみないと分かんないのと同じです。そうですね。いやーこれどこまでも行けます、うん、いいね。いいな、ほんと疲れないっていうのは分かるこの車。いやこれ疲れないですよ、どこまでも行けますよ、はい。BMW 人間工学に基づいたインテリアですから、うんはい、結構カーブ急に入ってますけど、うん、全然ピタッときてますね、うん、いいなあ、超気持ちいい、ね、いやこんな。でも個人的な考えかもしれないですけど、はい、ボタンの位置って BM が一番押しやすい気がするんですよ。そのさっきの人間工学じゃなくて、アウディとかたまにこう下にあったりするじゃないですか、はい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 、まあ、他の、ね、ハンドルステアリングでも操作できるからっていうこともあるのかもしれないですけど、ちゃんとこっち向いてますしね。そうですね、そこら辺はちょっと気を使ってるのかなっていう。こっち向いてるけどちゃんと助手席の人もアクセスできるような配置だし、うんうん、コックピット予想が強いのは BM の気がしますね。ああ確かに、なんとなく、まあ、全体的にですけど、はい、車を見てしまうのかって思います。うわ、ヘッドアップディスプレイめっちゃ見やすい。でも難
難しいですよね。だから例えばの変な話、これ使えるかどうか分かんないけど、 G350 今1000万ですよ前方、はい、これどっち買うって言ったら、どっちが高く感じるかって言ったら、もうでも車選びって、うん、もうおそらくほとんどの人がリセールまで考えちゃうじゃないですか、うんうん、あと世間体とか、うんうん、難しいですよね、うん、欲しい車を買うのが一番幸せになると思うんですけど、うん、そこをね、はい、だからあえて言うとリセールどうなのって言われちゃうと、そうですね、強いですよっていうのは正直、まあ、分かんないですけどね、分かんないけど傾向としては、うん、正直 BMW の高額モデルってさ、うん、役付き以外はこう割とこう最初のグって、うん、だからもうすでにこれそうじゃないですか、うん、はい、まあね、1年経ってないよ、そうですよね、1年経ってないのに、はい、まあ100、200万近く下がってるっていう、いやでもすごいお買い得じゃないですか、うん、もうすでに、ね、200万は言い過ぎか、あ200万近くか、下がってます、200、うん、200ちょっと、200弱、どう車を選ぶのがいいのか分からなくなってきました、いやでも乗って気に入ったのを買うのが一番幸せになれますね、やっぱり、そうですね、はい、そこにしましょう、うん、でもやっぱりリセールも世間体も考えちゃうんだよな、うん、でもこれだったら僕はさすがに M3 家、まあ、まあ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 ちょっとこれでも控えめなところは確かにいいですね、うん、はい、そうですね、例えばつい先日紹介したあの名古屋店の M3 もすごくいいんですけど、うん、オースティンイエロー、うん、ブリブリのフェンダーで、うん、確かに普通の住宅街泊まってたら目立っちゃうんですよ、うんうん、その点これだったらもう本当に羊の皮をかぶった狼じゃないですけど、うんうん、よく言ったもんだよね昔ね、いや本当っすよね、スリーパーですよスリーパー、うん、だってそこに過激さとさらにコンフォートさもあるんですよ、うん、ある種最強っすね、うん、こっちか、コンフォート、いや街乗りはやっぱりコンフォートですね、うん、街乗りはちょっと今乗った感じやっぱコンフォートでしたね、そうですね、乗り味も、あ、ちゃんとこれ前の車トラックになるんじゃないですか、トラックだったら、あ、ほんとすごい、おぉ、あ、ていうかでも223もあれでしたね、うん、ウインカーは出るわ、うん、ね、すごい最近の本当に、でもちょっと追いついてないですね、そうですね、最新技術に、ちょっとディーラーのニューモデルの勉強会とかも出てみたいもんね、いやーほんとっすね、うん、こんなすごいんだ、いやでも本当に普通の人じゃ知らないというか、うん、もう一生使わないような機能とかも結構考えられて作られてたりするじゃないですか、だから結構未だにこうご存じない方とかって多いですけど、うん、その BMW って、まあ、BMW に最近限らずですけど、うん、そのキーごとに設定があって、うん、エアコンのその温度とかありますよね、うんうん、エンターテインメント系の設定が、うん、その使ってる人のキーでもう設定されてるんで、だって今ディーラー行ったらさ、点検入れる前にじゃあ、そうなんですよね、キーブスってやると全部データが分かっちゃうんですよね、じゃあ鍵貸してくださいなんて先に言われちゃって、でも結構普通の方ご存じない方結構多いんですよ、だミニでも結構寄りましょう、うん、なんか乗るたんびになんかその設定が変わってるんですけど、すごいとこ鍵変えてんのかな、あだからそのなんか充電の関係でなんか定期的に鍵を入れ替えてるらしいんですよ、その方は、いやいやそれ鍵入れ替えてませんかって、あ入れ替えてますよって、鍵ごとに設定があるんですよ、なんて言って、まあそのうち何でもね連動してくるんじゃない、まあ携帯とね連動したりとかするじゃないですか、そうですね、いやびっくりだった、ちょっと今契約駐車場に上がってってますけど、この狭い道もこの3シリーズだったらスイスイなわけですよ、さすがに僕ここ 7シリーズで上がっていく自信ありません、本当に、はい、まあ、でも7は7で全部、うん、サポートカメラありますか、あでもこれもあれですよね、カメラ全部ついてますからね、ついてます、ちょっと上行ったらカメラも見てみましょう、駐車してます、自動駐車パーキングアシスト、パーキング操作する前に停車してください、はい、うん、停車しました、駐車スペースを選択してください、うん、あったできた、こっち駐列駐車、あ、はい、ちゃんとハザードも出るんですね自動で、はい、あ右ウインカーだけです、あ
ミングかな、はい、わあすごい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 。正直これは2回目なんで。あれ前前回何じゃやってたんでしょ。アウディ、はい、これアウディよりか年式新しいんで、はい、多分こっちの方がきめ細かい スムーズじゃないですか。確かに、あ確かにそうっすね、うん、アウディなんか1回もね一回一回止まってましたね、うん、さあでもちょっとこれちょっとワイルドすぎですね。終わりがワイルドだね、はい、もうちょっとちょっと降りてみます、はい、そして若干曲がってるっていう検証。あ正直レビューですねこれね、はい、まあ、45点うちの神さんっていう感じです。たまに駐車場でいますよね、うん、はい、という感じです。まあでもいいんじゃないでしょうか。一回入れてね、こっからサポートするのはいいですね、はい、最後はちょっとそうですね、もうちょっとこうまっすぐ止めて、うん、しかも最後ソフトに止まってほしかったですね、はいはい、そしてもう一つの気になる機能を一応説明しましょうか。ちょっとなかなか一般道で試せないですけど、例えばこれが全部ブロックベイだったりとかしてこう狭い道入ってきちゃいましたと、はい、そしてあ行き止まりっていう時は、はい、はい、これどうすればいいですか。クォーターアシストポチッ、はい、ギアをバックに入れてください。はい、はい、離します。あすごい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 、いやいやいやすげえすげえ。どこまで戻んの。さっき止まったところまで。減速してくださいって。あブレーキ踏めばいいんじゃないですか、うん、あさっき止まってたところまで。そう11メートル。あ駐車場まですごい。これすごい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 これすごい。で最後はあでも最後自分でブレーキ踏めばソフトに止まりますよちゃんと、はい、すごいこれすごくないですか。これすごいすごいすごい。これ最初のさっきのスタートからさいきなり戻ってくるって。そうっす記憶してるらしいっすよ。へえこれすごい。これいいっすね。まあ、僕と小島さんがいるかいらないかって言ったらいらないですけど、うん、例えば奥さんに乗せとくとか、うん、はい、いやでもこれ僕たちの感覚で言ったら積載車、積載車、そう、はい、そうそうそう前回それも話したじゃないですか、うんうん、積載車これついてたら最高ですよ、うん、最高だけど。でも普通ね運転慣れてない方だったらそれの感覚じゃないですか、はい、でこれはいい。でしかも全部このカメラで出るから状況変わっても分かるんですよ、うんうんうん、あ後ろ車来てるとか、うんうんうん、なんかこう物がちょっとこう出ちゃってたとかっても、うん、大丈夫ですよ。これはいいですね。 BM すごいっすね。これ1でもついてるんですよ。だってね、これ正直、はい、車悩買うか悩むかどうかどうしようかなっていう時に奥さんにこれあったら確かに買っちゃえばってなるかもね。なりますね、うんうん、これすごい。いやこんな機能はなんかね散々スーパーカーいろいろ紹介してるけど、いやこういうのもね、はい、大事ですよね。大事ですね、はい。BMW 恐れ入りました、うん、モード切り替えはすごいし、うん、はい、駐車とかサポートとかすごいしね。もうだから5とか7とか、うん、まあなんかそのいいですけど、うん、なんて言えばいいですかね。もうなんかグレードで選んじゃダメですね。グレードっていうかなんか、うんうん、なんてセグメントで選んじゃう、うんうんうん、どうしてもこう何ですか、大きい車の方が装備快適でとかあるんですけど、うんうんうん、ちゃんと BMW この3シリーズにもやべえのがあるんだぞっていう。うんうん、そうですね。ただこの340のに関しては分かりづらい。うんうん、結論分かりづらい。そうですね。1000万円の価値が僕たちに伝えられたかどうか。うね、はい、これは分かりづらい。いやこれなんかちょっとこの借りられる期間があったりとか、うん、試乗会とかあれば。うん、これみんなおーって言うかもしれないですね、うんうん、ただこれカタログだけパッと出てきてホームページだけパッと出てきて、うん、買いますかって言ったら、うん、結構こうみんな悩むところだと、ね、まあ、その結果が多分中古車市場の台数に現れてんだと思いますけど、うんうん、車はいい。いや今回マジ乗ってよかったっすよ、うん、
お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、買取の方はまだまだ、いやもう常時年中エブリデイ、はい、まあ、お電話だったり LINE だったりとか、はいはい、まあ、いろんな方法で、最近結構 ご好評いただきましてちょっと、はい、たくさんいただいておりますので、はい、全国小島さんがテンパッチャーぐらい好評いただいてるみたいなので、はいはい、まあ、お気軽に、はい、お問い合わせいただければと思います。はい、はいはい、というわけで今回は BMW M340i ツーリングをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。